もっともっとポムポムプリン、いよいよスタートです。まずはみんなの元気なプリンくんの声でプリンくんを呼んでみたいと思います。お姉さんがせーのーって言ったらみんなでプリンくんって呼んでね。それじゃあいきますよ。せーの、プリンくん。プリンくんの登場です。大きな拍手でお迎えください。いやー、プリンくん恥ずかしい、ありがとうそれでは改めてご紹介しましょう。
リンク空手は得意じゃないね。特技はプリン体操とお昼寝、それから誰とでも仲良くなれちゃうんです。とてもね、マイペースでのんびりした男の子なので、みんな大好きだよね。可愛いんだから。さあみんな、3問クイズもう終わっちゃった。プリン君のこと、もっともっと知ってもらえたかな。それでは以上、もっともっとポムポムプリンクイズでした。さあ続いては、みんなで元気いっぱい体を動かして体操しましょう。さあそれじゃあみんな、立てるお友達はその場に立ってください。周りのお友達やお家の方とぶつからないように手を広げて確認してね。ぶつからないかな。お姉さんとプリン君は OK。 さあぶつからないよっていうお友達は手を下ろしてください。うん、ありがとう。さあそれじゃあ、さっき一緒に練習したよっていうお友達も、練習してないよっていうお友達もいるから、プリン君一緒に練習してくれる？はい、ありがとう。さあそれじゃあもう一回練習するね。みんなお手手を前に出したら、シュッ、さあシュッとして、反対もシュッ。次はキックなんだけど、プリン君キックしてみて。せーの、キックキック。かわいいね。みんなも一緒にやってみよう。せーの、キックキック。さあ次はジャンプです。せーの、ジャンプジャンプ、4回続けて。そう、ジャンプジャンプ。次はお日様するよ。せーの、ピーカピーカ、早く4回。いいねいいね。次はパクパクします。いくよ。せーの、ゆっくり2回、早く4回。みんな上手。さあ次はお手手を前に出して、反対のお手手も前に出して、早く4回出します。うん、プリン君上手。上に手を上げます。せーの、1回2回、早く4回。さあ上のお友達も、階段でやってくれてるお友達もとても上手。転ばないように気をつけてね。この他にもとっても可愛いダンスがたくさん出てくるんだよね。プリン君やお姉さんを見ながら一緒にやってみてくださいね。さあそれではみんなの準備はバッチリです。プリン君よろしくね。みんなで元気いっぱい踊ろうね。うん、トライフライミレイ、ミュージックスタート。さあみんな、まずはかかとでリズムを取ります。さあ次はお手手を広げて、お父さんお母さん手拍子の応援お願いします。お手手を上げて、パンパンパン、お胸の前で、はい、ね、
楽しかったお友達、はーい。みんなありがとう。お姉さんもクイズをしたりダンスをしたり楽しかったね。プリン君も楽しかったよね。みんなどうもありがとう。今日はとっても楽しかったよ。またみんなでたくさん遊ぼうね。うん、またみんなと一緒に遊びたいな。さあ、それじゃあ最後はプリン君の可愛いお写真を撮ってもらうフォトセッションタイムです。と、その前に今日はスペシャルゲストをお呼びしております。それでは早速登場してもらいましょう。キティちゃんです。大きな拍手でお迎えください。あー、かわいい、キティちゃん。とってもかわいいね、プリンク。今日はなんとキャビンアテンダントのお衣装で来てくれましたよ。キティちゃん、このお衣装は北海道の新千歳空港にあるハローキティハッピーフライトで着てるオリジナルのお衣装なんだよね。とってもよく似合ってますよね。皆さんは北海道にあるハッピーフライトご存知ですか？新千歳空港にあるハローキティハッピーフライトは、世界のみんなにこんにちはをテーマに、キャビンアテンダントになったキティちゃんと一緒に世界のあちこちで待っているサンリオキャラクターを訪ねて世界一周、旅気分を味わえるフォトスポットを楽しんでいただけるんですよ。そしてね、キティちゃんと一緒に世界一周した後はサンリオキャラクターをモチーフにした顔もいいメニューがあるカフェで一休みすることもできます。そして忘れちゃいけないのがお土産。なんとここでしか買えないハッピーフライトオリジナルのお菓子やステーショナリー、大人気のサンリオキャラクターのグッズも取り揃えて皆様のお越しをお待ちしています。さあ、それじゃあぜひ最新情報のチェックは公式のホームページや Twitter、Instagram をチェックしてみてくださいね。ハローキティハッピーフライトは皆様のお越しをお待ちしております。さあ、ハッピーフライトの魅力伝わったかな？それでは早速お待ちかね、ポムポムプリン君とキャビンアテンダントキティちゃんとのフォトセッションタイムです。まずはこちら側でフトポーズさせてもらいますね。その後はこっちに来て、最後は真ん中、それぞれでフトポーズ行いますので、カメラを準備してお待ちください。それじゃあキティちゃん、こっちこっち。どんなポーズにしよっかな。イエーイ、飛んできてくれた、飛んできてくれた。さあ、それじゃあ行きますよ。こちら側の皆さん、カメラの準備はいいですか？それでは行きましょう。せーの、はい、キティ。撮れてますか？じゃあもう一ポーズ行きましょう。どんなポーズにしようかな。カットプリン君と。あ、いいね、いいね。あ、素敵。うん、いきます。せーの、はい、プリン。撮れましたか？カメラの準備ありがとう。ちっちゃいお友達もカメラ持ってる、嬉しい。ありがとうございます。さあ、それじゃあプリンク、キティちゃん、次はあっちにレッツゴー。よいしょよいしょ。おっとっとっと、急ブレーキ。ねえ、どんなポーズにする？飛行機のポーズ、いいね。さあ、それじゃあ皆さん、飛行機のポーズでいきます。せーの、はい、キティ。お写真撮れてますか？上のお友達も落っこちないように気をつけてね。さあ、じゃあ次のポーズ何にしようかな。次はじゃあキティちゃんが前に行く。うんうん、オッケー。プリン君と並んで、じゃあ可愛いポーズでいきます。せーの、はい、プリン。撮れてますか？皆さん大丈夫ですか？うん、ありがとう。撮れてるかな？よっ、じゃあ真ん中に帰ってきます。じゃじゃーん。
真ん中で、うんうん、あ、キティちゃんが真ん中で、パンってするの、いいね、パンしよう。さあ、それじゃあ行きますね。せーの、ハイプリング。さあ、皆さん、フォトチャンスです。今、パシッと撮ってもらえると嬉しいです。あ、ありがとうございます。撮れた？教えてくれてありがとう。さあ、皆さん、お写真撮れましたでしょうか？ありがとうございます。大きいかな。うん、プリン君、スペシャルゲストのキティちゃんも来てくれて嬉しかったね。キティちゃんドキドキしたよね。今日もこんなに元気なお友達がたくさん集まってくれました。皆さん、ぜひ今日はですね、ソラミーフェスタでキティちゃんたちのね、グッズとか、あと北海道の土産を買えちゃうところもあるってことだったので、ぜひぜひ楽しんで帰ってくださいね。さあ、それでは最後はみんなと一緒に元気いっぱいバイバイしてお別れしたいと思います。OK です。なんとスペシャルでキティちゃん一人のフォトセッションタイムをさせてもらうことにしました。皆さん、キティちゃん、キャビンアテンダントキティちゃんのフォトセッションタイムをしたいと思います。 OKOK、 大丈夫よキティちゃん、大丈夫だわ。ハローキティって書いてある。 OK、 大丈夫よ。さあ、それじゃあ皆さん、カメラの準備もう一度よろしいでしょうか。じゃあキティちゃん、よかった、バイバイする前にね、ぜひぜひ撮ってもらいたいもんね。じゃあ、またさっきと同じようにこちらのお客様から写真撮影しましょう。うん、ありがとう。さあ、それじゃあ皆さん、カメラの準備よろしいですか。ちらり。それでは行きます。はい、キティ。かわいいね、映ってるね、きっとね。さあ、じゃあ次のポーズいってみましょうか。いきますよ、せーの、はい、キティ。かわいい、キティちゃん、素敵。さあ、皆さん、お写真撮れましたか。あ、ありがとう。さあ、それでは次はキティちゃん、うちのお友達もお願いします。2階の皆さんたちもスタンバイいいですか。プリンクタタン。さあ、それでは行きますよ、せーの、はい、キティ。うん、かわいい。私も来ちゃった。じゃあもう一枚行きましょう、せーの、はい、キティ。素敵な写真撮れたかな。うんうん、ありがとうございます。ではキティちゃん、次真ん中のお友達のところにもお願いします。さあ、皆さん、お待たせしました。キティちゃん、こちらでポーズします。カメラのご準備お願いします。いくよ、せーの、はい、キティ。次のポーズ行ってみよう。せーの、はい、キティ。かわいい。皆さん、キャビンアテンダントキティちゃんはハローキティのハッピーフライトのオリジナルのお衣装なので、ぜひぜひかわいいお写真たくさん撮ってあげてくださいね。さあ、皆さん、お写真撮れましたか。ありがとうございます。さあ、2階で泊まっているハローキティのハッピーフライトのグッズなんですが、なんと残りわずかになっているという情報が入りましたよ。皆さん、ぜひお早めにチェックしてください。私も行きたい。皆さん、ぜひチェックしてみてくださいね。さあ、それでは、とっても残念なんですが、そろそろみんなとお別れする時間が来てしまいました。みんな、元気いっぱいバイバイって言ってお見送りしてくれるかな。それじゃあ行きますよ。